構時間かかるんですよ。ただこちらのコット一体式なんで、慣れたら30秒かな。ミニクーパンチャンネルプレゼンツ簡単設営ティッシューコット、いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今回はコットの紹介なんですけど、簡易ベッドですね、キャンプ用の。めちゃめちゃ簡単に組み立てができて速攻で収納できる画期的なコットの紹介となります。最後までよろしくお願いいたします。今回紹介するコット、ティンバーと読むんですかね、ちょっとわからないんですけどめちゃくちゃね、設営がね簡単なんですよ。コットって組み立てるときに、このメインのフレームっていうんですか、この棒を生地にこう差し込んでいきますよね。うまくさせないこともあるんですよ。で、最後にこの足の部分をつける格好になるんですけど、結構時間かかるんですよ。めんどくさい、はっきり言って。ただこちらのコット一体式なんで、慣れたら30秒かな。で、設営ができます。ではやってみましょうか。こちらが収納袋から出した状態です。ちょっとわかりやすいようにゆっくりやってみます。このファスナーを これで完成。今ゆっくりやりましたけどめっちゃ早いですよ、慣れたら。収納もね、今の逆なんですけど、これで収納袋に入れて完了。はい、今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。少しでもね、参考になったなって思われた方、グッドボタン、そして今後の励みになります。足跡残しのついでにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた他の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。